チャールズ・マーキス・ウォーレンは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、小説家、映画プロデューサーである。日本語では、チャールズ・マーク・イース・ウォーレンと表記されることもある。1912年12月16日、メリーランド州ボルチモアに生まれる、ボルチモアシティ・カレッジを卒業した。在学中に、F ・スコット・フィッツ・ジェラルドと出会い、信仰を結んでいる。 サタデイイブニングポストでは常時気候家を務めており、彼が書いた小説の中にはベストセラーとなったものもある。第二次世界大戦の間、アメリカ海軍に所属し、上陸作戦をフィルムに収めた。1944年、日本軍の爆弾により負傷、パープルハートやブロンズスターを受賞した。戦後、ハリウッドに活動の舞台を移した。 1955年より制作したテレビドラマガンスモークでは監督や脚本を手掛けている。その後、ローハイドやバージニアンなどを制作した。1990年8月11日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて死去。77歳没。アーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。